スーパービールゼッ Z。あ、まあ、あ写真で見た方が早いか。えーと、これ。ちょうど、ちょうどあった。デスクトップに。これいいよ。結構。あ、何がいいって、効く効かないは、は、ちょっとわかんないんだけど、サプリだから3ヶ月ぐらい飲まないと、効く効かないの判断、できないと思うから、何がいいって1日の目安量15粒なんだよね。その、多さ。 1> 僕1.5倍飲むから、目安量の。僕の場合は22、3粒飲むんだよね。素晴らしい。飲む量が多いということは、それだけなんとなく効いてる気がする。サプリは必要量だと思う。食事だよ、こう、これと、こう、この音でわかるでしょ、君たち。この何の音か。こう、エビオス上2000畳の瓶を振ってる音。朝日から、朝日、朝日マニアだから。 エビオス0二0上の瓶を振ってる音。もうこれ一発でわかるよねみんな。この音で。イントロクイズ出したらすぐ。エビオスマニアの君はわかってくれるはず。それを、エビオス錠も1日15粒なんだよ。確か。あ、嘘ついた。10粒って書いてる。まあいいや。僕これ30粒ぐらい飲むから。エビオスいいぞ。なになにちょっと待って。百光岩も飲めって。 それ、リンクもらおっかな。百効岩って何すごいな。はっ、直接的だね。どういうサプリだよ、それ。豚のやつとかが。鉄分不足対策。そう、これ鉄分とかじゃない。アエンとマガと黒ニンニクだろう。うーん、活力だね。活力とは一体。活力とかスタミナとか、なんかその実体のないやつとは一体何なんだろうな。 なんとなく元気になる